人生書き色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生書き色です。俺たちとファミコンと40代プレイということですね。今回プレイするソフトは桃太郎伝説になります。よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。ゲームスタート。このゲームはですね、ハドソンから発売されました RPG になります。このゲーム確かね、僕友達が借りてね、クリアまでやったと思うんですけど、全然重たいですね、やっぱりね。まあ、いわゆるね、本当に桃太郎が、まあ、ドラゴンクエストとかね、ファイナルファンタジーのように、冒険者主人公となって、仲間と共にね、鬼退治に向かうわけなんですけどもね。まあ、やっぱりね、プロデューサーというか、ね、作ってるクリエイターが佐久間明さん。まあ、皆さんだったら、まあ、やっぱり桃太郎電鉄の方で同じですよね。まあ、実はこれ彼はね、その桃太郎電鉄が作りたかったんですけども、やはりクリエイターとしての実績が必要ということで、まず先にこちらを作ったんですよね。桃太郎電鉄の試金石とするために。すごいですよね、今考えたらね。それを聞いた時にね、ああ、そうだったんだと思ってね。なんか順番的にはどうしてもね、こっちが先作ったから、これが作りたかったかなと思ったんですけどもね。まあ、本当にいわゆるオーソドックスな、RPG の方式に、ちょっと和風なテイストをね、こうやった感じですよね。やっぱり、桃太郎。なんで、話が。懐かしいな、ほんと。仙人。一角仙人。はぁ、一角の図とかなんかあった気がするな、そういや。すげえな、懐かしいな、けど確かに。なんですかね、この、確か、回復の薬草的なやつが、金丹かなと思って。で、さらにそれをすげえのが、満金丹とかでね。あれがすげえ好きだったね、なんかね。あ、そうだ、これ年齢あるんだった、そういや。そう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 。そう、これ年齢あるんですよね、このゲーム。それ結構面白かったな、っていう。だいたいけど30歳か40歳ぐらいで、クリアした記憶ありますけどもね。スタートボタン。へえ、あ、ほんとだ。すごい。佐久間明さんって、ドラゴンクエスト作った堀優衣さんとかと結構親交があってね。だからやっぱ結構そういうテイストとかもね、だいぶ参考されてるなと思いました。神社で、ほうほう。神社行くことです。二段になりたい。これ、段がレベルですよね、確か。天の声、これがまあ、いわゆる復活の呪文ですよね。まあ、僕はちょっとあんま知らないですけども、多分大議員とかそういうの見ればね、おそらく、いいのが見るんじゃないですか。すごい強いパスワードとかある、それあるんでしょうね、おそらくね。うんち、出た。好きだな、こう、やっぱこういうのね。これけど、もうだいぶいないのかな。とりあえず、この敵倒してみましょうか。出てきた。鬼キノコ。やっぱ鬼が住んでた、やっぱり。やっぱ一番イメージ残ってる鬼は、やっぱあれですね、金銀パールプレゼントの鬼ですね。当時、そのね、そういう、キャンペーンがあってね、金銀パールプレゼントっていう。あれ、やっぱ懐かしかったなぁ。お、連続攻撃とかあんだ。おぉ。やっぱ弱えなぁ。全然、与えないけど。これもしかして、手ぶらだからか、これ。3匹倒したら一応、あれかな。回復してくんない？じいさんばあさん。回復させてくれね。くそ。冷たいぜ。このじいさんばあさん。旅立ち村の宿に泊まるしかないな。はーい。高いよな、5両って。ちょっと高くない？まあ、多分1両がね、1ゴールドってことなんでしょうけど、普通に考えたら、
お金の価値で言うと1両ってすげえ高いですからね。普通だったらこれだったら普通に10文単位じゃないですかね、本来だったら。なんかないの？よろずやここかな？ここでなんか武器とか買うのかな、もしかして。やっぱあるわ。鉢巻きするため竹の胴、赤の胴、陸奥の胴、木刀。木刀だな、やっぱり。ああ。鉢巻きで、そうそう。鉢巻き使う。これでいいのか。これで調子マシンだったな。し。ああ、難しい。こういう感じだったんだな。もう全然覚えてないですね、やっぱりね。あと、ルーラーみたいな術したとき、実際に走るというのが面白かったですね、確か。それはなんか記憶も残ってます。お、赤鬼だ。とにかくけど、すべての日本的なことが、やっぱちゃんとあるというのがいいですね。術やんっていうのは基本的に魔法と一緒なんですけどもね。やべえ。ダメかもしんない。お、倒した。よかったよかった。キノコの方が強えの？そうなんだ。実団子使おう。お、ネズミだ今度。もうちょっとなんか。強えの出てこないのかな。おー、やべやべ、死ぬ死ぬ死ぬ。強えよ、ネズミ強い。ダメかも。あー、無理かー。倒したー、よかったー。お、やったレベルアップ。やっぱこの音楽とか、やっぱ桃太郎電鉄一緒ですよね。おう、回復、やっぱこの回復層がいいですよね、レベルアップした時に。何があるんだろうな、そういうお茶屋。お、すごい、お茶屋でこういうの買えるんだ。へえ。じゃあおまんじゅう買っとくかな。はい、おまんじゅうと、あとだから、鉢巻き買ったから、じゃあ竹の胴じゃねえな、ウサギの旅がいいかな。いいえ、これ道具でいちいち使うにしないと装備できないのがちょっと難点。倒した、よし。お、レベル上がった、よし。すごいレベル上がったよ、早い。レベル上が結構早いですね。もしかしたら若いうちは早いのかも。で、やっぱりこの辺ドラクエ一緒か。あ、なんかある。おお。スズラが、スズラが。逃げまーす。あ、逃げられないの？やべえ。やばーい。やばいなー。調べよう。やった、おにぎり。すげえ落ちてるじゃんこのゲーム。化けろキノコが強え。ダメだこれ、多分やられる。あー、やられちゃう。
ダメかー、近づきたー。なんだろうこれ。お、神社が始まるんだ。はい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。桃太郎伝説いかがだったでしょうか。いや、やっぱりこう RPG のね、王道的部分をしっかり踏襲しつつ和風に仕上げた、その感じはすごい楽しいなと思いました。で、個人的にまた一回プレイしてね、クリアまでしてみたいと思いますね。またね、あのファミコンソフトに関しましても様々なタイトルをプレイしながら思い出を語ったり率直な感想を出しますので、よろしければコメント等いただけますと嬉しいです。コメントがね苦手だなって方はグッドボタン、高評価を押していただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。